アンドレゲンナー・ジアビチカルロフは、ソビエト連邦及び、ロシアの外交官。ソビエト連邦時代のモスクワ出身。1976年に、モスクワ国際関係大学を卒業。同年ソ連外務省入省。1992年、外交専門高等教育機関である、ロシア外務省外交アカデミーを卒業。2001年から2006年にかけて、 中北朝鮮大使を務めた。2007年から2009年にかけてはロシア外務省領事副局長を務め、2009年からはロシア外務省領事局長、外務省会のメンバーでもあった。2013年に中トルコ大使に任命され、アンカラに赴任。妻が一人、息子が一人いる。没後、ロシア連邦英雄称号を追贈。 中トルコ大使在任中の2016年12月19日、アンカラでのトルコ人が見たロシアという写真展覧会会場でスピーチを行っている際にトルコ人警察官に銃撃され死亡した。実行犯の警察官はトルコの警察の機動隊に所属する22歳のメブリュトメルト・アルトゥンタシュであり、メブリュトはカルルフを射殺した直後、アレッポを忘れるな、シリアを忘れるな、 アラーフアクバルと叫び、その後警官隊に包囲され射殺された。ありがとうございます。